Jさんこんにちは。石の上にも3年って昔からよく言いますよね。でも本当にね、3年かけるつもりで1年を目指していく、このまあアンバランスなスピード感覚ですよね。千里の道も一歩からって、私ね本当に大好きな言葉で、物事を進めるときってこの精神でやるんですよ。でも実際はものすごいスピードで進めないと、千里の道も一歩なんですけども、着実に一歩行きながらもう一歩も欲張るみたいな感覚ですかね。まあまあ、いろいろとことわざから学ぶこと多いと思います。昔から続くことわざを現代風にアレンジしながら、焦らず急いで正確にやっていきましょう。それでは。